ヘルムート・ハーラーはドイツ出身の元サッカー選手。選手時代のポジションはミッドフィールダー。ハーラーは1957年に故郷の FC アウクスブルクで選手キャリアをスタート。1962年にイタリアのボローニャ FC へ移籍し、翌1963から64シーズンのスクデット制覇に貢献。 1968年からは、強豪のユベントスへ移籍し、二度のスクレット獲得に貢献するなど、主にイタリアを舞台に活躍を続けた。晩年は、再び FC アウクスブルクへ戻り1979年に現役を引退した。西ドイツ代表としては、1958年9月24日のデンマーク戦で代表デビューを飾った。 そして1962年の FIFA フフワールドカップチリ大会、1966年の FIFA フフワールドカップイングランド大会、1970年の FIFA フフワールドカップメキシコ大会と3大会連続出場を果たすなど、国際 A マッチ33試合13得点を記録した。1966年イングランド大会では、西ドイツの準優勝に貢献。 決勝のイングランド戦では最初の得点を記録した。2006年12月26日、ハーラーは重い心筋梗塞を患い集中治療室へ送られた。懸命な治療の結果により容体は回復した。2012年10月11日、死去。73歳暴痛。ありがとうございます。